何かお前を騙していたようで申し訳ない。だがわしは、いや、いいんだ。あんたの気持ちはよくわかる。すまん、カズマの助。いや、悪い気はしないんだ。天涯孤独な俺を見守ってくれていた人がいたとは。会いたいか。え？宮本殿、ようやく全てが分かった。黙っていてすまなかった宮本殿。いや、あんたはそうするしかなかった。それに偶然だが、あんたと石秀斎さんは俺と遥を引き合わせてくれた。浮世や吉野、それに真島に光悦、伊藤さん、そんな大事な人間に出会えたのもあんたが関ヶ原に誘ってくれたからなんだ宮本殿。もし関ヶ原に行ってなかったとしても、いい女と出会い、いい人生が歩めたかもしれない。でも俺は今の自分の生きてきた道に後悔はしていない。だから丸目さん、もう俺の心配はいらない。あんたはあんたの生きるべき道を生きてくれ。お主にそう言ってもらえて、私も心の使いが取れた気がする。ありがとう宮本殿。じゃあ俺は祇園へ帰る。石秀斎のじいさんにはよろしく伝えておいてくれ。ああ。どうした？なあ、今俺が小次郎と戦ったらどっちが勝つと思う？そうか、やはりな。お主と小次郎様の差はただ一つだ。それさえ克服すれば、あとは天の溝知る勝負の行方。何なんだその差ってのは？それはお主が新影流の本当の強さを身をもって知らぬということだ。ちょっと待て、俺はあんたとやり合うつもりは。分かっている。だが体で覚えるほかあるまい。あんたと太刀を交わせばその差が克服できると。さよう。それに5年前の決着、お主もつけなければ気持ち悪かろう。分かった。俺もこの5年間であんたとどれだけ差が縮まったか試してみたい。手加減はできない。気を緩めれば腕が飛ぶぞ。分かっている。いつでも来い。では勝負。